どうもこんにちは、岡田です。ということで、ありがたいことに、この僕のわけのわかんないチャンネルが、なんと登録者数100人を突破いたしました。ありがとうございます。いや、特に、やべえ、なんか安心のポーションは切れる。まあ、特にね、なんかチャンネル登録者数目標立ててたとかいうわけではなかったんですけど、なぜか、なんかいろんな人に見てもらえるようになりまして、まあ、ほんとありがたい限りですね。まあ、とはいえね、100人って別にそんな多くねえじゃんって思われるかもしれませんが、僕小学校の頃ね、学年3クラスあって、で、学年全体で100何人とかだったんですよ。もう今一学年全員の前で喋ってるって思うと結構引くよね。一旦飲むか。ということで、まあ、せっかくね、100人いったんで、まあ、その100という数字にあやかってですね、今回はダイヤモンドを100スタック集めてみようと思います。ふぅ。まあ、1スタック64個なので、6400個。やばい数だよね、100スタックって。まあ、とりあえずね、ダイヤモンドはいくつあっても足りないし、まあ、これからネザライト装備とかね、カジ型とかいっぱい生成しようと思ってるので、まあ、それも兼ねて、ダイヤモンド100スタック集めようと思います。でね、到底今日1日で100スタック集められるわけではないので、まあ、何日かかるかわかんないですけど、まあ、なるべくね、頑張って100スタック集めて、で、ダイヤブロックをいっぱい作りますか。なんか金ピカのダイヤブロックをいっぱい作るみたいなね、やろうと思います。でですね、まあ、せっかくダイヤモンドたくさん集めるので、まあ見てもらってる人にもね、ある程度なんかためになればいいなと思って。なので、効率のいいダイヤモンドの集め方を、まあちょっと僕なりに探ってみようかなと思います。で、今回試す方法が3つ。まず1個が今来てる洞窟でダイヤモンドを探す。で、もう1個がブランチマイニングってやつ。で、もう1個がエンドを飛び回ってエンドシティで回収する。まあ、この3つ同じ時間やって、どれが一番効率よくダイヤモンドを集められるのかっていうのをね、試してみようと思います。まあ、おそらく洞窟ですね。やる前から分かってるけど、まあ、おそらく洞窟だと思う。けど、まあ、試しにやってみますか。ということで、第1回今回はですね、洞窟編やろうと思って、今この深い洞窟まで来ました。もう見えてるからね、ダイヤモンド。それぞれ3つの方法で、1時間やって何個集められるのか比べてみようと思います。改めてチャンネル登録者数100人本当にありがとうございます。それじゃあやっていきましょう。よし、ダイヤモンド集め1時間、用意、スタート!さーて、見えてるダイヤモンドを回収するかな。あ、で、そうだ。まあ、一応、シルクタッチで集めていこうと思います、今回は。よし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 、行くぞ行くぞ。やばい、なんかおじさん来てる。いや、これね、洞窟はこれがあるからきついんだよな。あと、洞窟は、なんか、探し終わっちゃったら多分、次の洞窟行かないといけないから、それもだるいよね。で、なおかつこのバカが発生するっていう可能性があるから、そこもきつい。やべえ、ダイヤモンドねえか。ね、暗視が切れたら結構だるいかなって感じはする。暗視のポーションは今回いっぱい持ってきました。一応。ないな。え、これだけ?ちょっと待ってくださいよ、おやさん。それはないでしょ?え、本当にないんだけど。終わり?ダイヤモンド。この洞窟終わりか?じゃ、さすがに洞窟自体を探す時間は、その1時間。からは抜くわ。あくまで洞窟内を探検してる時間だけで、まあ、1時間測ってやっていきましょうね。やべえ、マジでダイヤモンドね。うわ、しかもバカ発生装置あんじゃん。え、本当にないんだけど。こんなない?一旦バカ発生装置どうにかしに行くか。やばい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 。やめてください。え?大丈夫っしょ。一回しか鳴らしてねえし、そもそも発生装置壊しましたけど。発生できませんよね、あなた。え、マジ?洞窟ってこんなねえの?マジか。舐めてたわ。あ、洞窟ってあんまダイヤモンドないんだ。さっき見えてたあれだけか。あ、あった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 。はい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 。あ、あるあるある。お、あるあるある。痛い。落っこっちゃった。お、あるね。いいよ、いいよいいよ。え、これだけ?ガチャ?それは激渋の大きなだぞ。え、ここも1個だけ?マジ ?1 個だけか。え、一個だけ?マジか。こんなないもんか。やべえ。ダイヤモンド、全然ねえ。これブランチマイニングの方が、あんじゃねえな、下手したら。ここもでも、ディープダークだから結構深いはずなんだけどな。なんでこんな洞窟探索でさ、スニークしないといけねえんだよ、俺は。あったあった。あった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 。おー、あるあるある。おし、2個2個。お、3個。でかいでかい。あったあったあった。よーし、いっぱいあるいっぱいあるいっぱいある。あ、いっぱいあるいっぱいある。雷うるさ。うわぁ、もう、あと、もうダメだ。あ、時間、1時間経過。じゃあ帰りますか。もう、1個は、うわぁ、ここにも1個あるけど。じゃあその、この1個カウントしないでやりますか。ちょっと待って、死ぬ、本当に死ぬ、本当に死ぬ。マジで死ぬ。危ない。しょうがないね。
よし、じゃあ一回お家帰って何個になったか集計してみますか。何個になったのかな。はい、ということで無事に帰ってきました。で、今回洞窟1時間探索して集めたダイヤモンドブロック、違った、深層岩ダイヤモンドブロックみたいなやつがこちらです。64個と60個で、まあ124個けど、まあ時間外にねラスト1個取ったので、まあ厳密に言うと123個でしたね。123個どうなんだろう。1時間で123個だから、まあどうなんでしょうね。これ本当に全然わかんない。多いのか少ないのかが全然わかんないから、ちょっとラストこれを全部あれにしてみますか。幸運で掘ってみますか。果たしてこれが何個になるのか。うわー、これすごいだろ。結構さて、じゃあ何個になるのかやってみますか。掘りまーす。はい、はい、お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 い。これ登録者100人行く前にやることだったんじゃね。まあいいや。さて、124個、あ、ごめん、124個掘っちゃった。まあいいか。124個の、深層岩ダイヤモンドブロックを幸運3で掘った結果、はい、3スタックと、47個になりましたね。ちょっと分かりやすく並べてみようか。はい。3スタックと47個。いや、4スタックいかなかったか。4スタックぐらい行ってほしかったんだよな。まあまあまあ、でも、これで、まあ100スタックのうちの 3.8 スタックぐらいですか?マジ?一生終わんねえじゃん。やべえな、これ。これやべえことしちゃったかもしれない。まあまあまあ、でも100スタックちゃんと集めますから。100人記念で。ということで、洞窟でダイヤモンドを集めると、だいたい1時間で、まあ3スタック。と40個ぐらいかなになりました。次回はまあ、ブランチマイニングとエンドシティ編いっぺんにやっていきますかね。見どころは多分ないと思うんで、ブランチマイニングやばいな、集中が1時間持つかっていうところですが、まあ頑張って100スタック集めていこうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。